おはこんばんちは、ちゃんまつ .com です。前回ジェットコースターのコースを、プラレールで頑張ってみましたね。散々な結果になりましたが、今回はメリーゴーランドを、プラレールでやってみたいと思います。では、行きまーす。丸いレールを組んで、その上にプラレールを乗せます。さらにその上に高架レールの円を乗せて、メリーゴーランド用の客車と、動力車のプラレールを用意します。あとはミニ橋脚で階段を作って、プラキッズを乗せて、プラレールを走らせてあげれば、完成になります。いざ走らせてみると面白ですね。これ一体何個まで重ねられるか、実際にやっていきましょう。手順は先ほどと同じです。重さを考えるとこれぐらいが限界だと思います。いざやってみるとわかるのですが、やはり下の方は重さがあるので、全く走行してくれません。プラレールの遊園地シリーズは厳しいようです。そしてここまで動画を作って気づいたのですが、他の YouTuber さんもやっていたような、